作戦エリアに接近しました。モビルスーツ隊、出撃お願いします。どうもこんにちは。いつも強化が早すぎる機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの、2024年1月末に実装された500コスト強襲機、エンゲージゼロ追加ブースター装備型で成し遂げていくよ。開幕ご挨拶のチャージ数搭載連撃。なんかいっぱい涙落ちました。多分3機のモビルスーツを発倒したんじゃないでしょうか。本気の武装はヒート式の即よろけビームライフル、低設置高めのバルカン。そして1頭ビームサーベル、2頭ビームサーベルの2種格闘という、非常にシンプルな武装構成。1頭は下格闘がその場で2連撃を繰り出し、2頭下格闘はものすごい踏み込みの2段突き。1頭は 95% を2段、2頭は 90% を2段と、どちらのサーベルも下格闘の補正が非常に高いのが特徴。2頭のチャージ格闘に頼らずとも2種の下格闘で火力を出していくことが可能。そして本機最大の特徴はこれ、補助スラスター制御装置レベル2。高速移動を一定時間行うことで加速、スキルが発動、射撃による蓄積を軽減し、ビームライフルの高速移動射撃が可能に、さらにフラップブースターが付与され、高速移動を行いながらの上昇が可能になるというもの。くしくも UC エンゲージ原作再現、高機動型ケンプファーとのマッチアップ、このバイコクドガー。500コストで空飛べる強襲機という時点で唯一無二、個人的にはこの機体悪くなかったんですが、巷ではかなり評価低かったみたいですね。その要因はいろいろあると思いますが、射撃能力の低さ、そして、一頭下格闘モーションが死ぬほど使いにくい、これあるんじゃないでしょうか。1段目のリーチがめっちゃ短いのに2段目がやたら踏み込んで効くため、2段目がすっぽ抜けること山のごとし、そんなこんなで強化を受けた本機、実装からおよそ2ヶ月のスピード修正。本機は高い機動性とスキルヘビーアタックを活用した、強襲及び近距離戦を得意としております。機動性は高いものの耐久性が不足しており、勝率やモビル数値損失数をはじめとした各種戦績が平均を下回っていましたので調整しました。ということですね、勝率は 47.6%。強襲機が 50.6% と高い勝率を叩き出している中で、まあまあ広い戦績を記録しちゃってますね。この高機動型ケンプファートンネルの主とかしてますね。無視しときましょう。というのも角っちょで待たれると、角待ち格闘で食われる可能性が高く危険が大なわけである。さて、本機が強化されたのはまず機体 HP。16000から17500、2500上昇。これにより平均値を上回る機体 HP となりました。補助スラスター制御装置レベル2の高速移動射撃とフラップブースター、そして空中格闘制御による空中格闘だー。今のは本気だからこそできた瞬殺ですね。こういった固有の強みがあるので嫌いじゃない。HP が上昇した本気、加えてハイブオプションのダメージカットが 15% から 30% に大きく向上。耐久値4000のシールドも保有しているので、良好な耐久値となったんじゃないでしょう。バレてるよ。今のはチャージ格闘じゃなく高速移動射撃から入るべきでしたね。本機はカスタムパーツスロット枠も強化を受け、金、中、円、合わせて4枠増加。より拡張性も高くなりました。火力モルなり耐久モルなりご自由にどうぞ。そしてビームサーベル2頭が強化、チャージ時間、下格闘後のキャンセルまでの時間、切り替え時間がそれぞれ短縮。切り替えが早くなったことで高速移動ビームライフルからの下格闘が大変入れやすくなりましたね。また、キャンセルまでの時間短縮も合わさり、2頭下1頭下2頭下の鬼コンボが普通に入るようになりました。180%、190%、180%、相手は爆散。下手にチャージ格闘狙うよりも、高速移動射撃からこちらの鬼コンボ狙う方が、確実な場合も結構あるかと思います。まあ一頭下の入りにくさは相変わらずなんですけども。そしてこちらが最後の強化内容、補助スラスター制御装置レベル2発動中の、低
積によるよろけ発生の軽減率が上昇。マニューバーアーマーレベル2による蓄積軽減と合わせて止められない止まら。車高の低さと段差で当たらなかった話する？ロトボックスの優位性を感じちゃったわね。ロト、恐るべし。だがこの機体は止まらない。HP 削り切られるとさすがに止まります。以上が本気の強化となりますね。耐久力が向上したのはもちろん嬉しいですが、個人的には2等サーベルの使用感向上が大きいですね。3次元高速機種が最高、なかなか良い機体に感じますが、高速移動射撃にフラップブースターに空中格闘、すべて駆使してブンブン戦うって普通に難易度高いと思うので、評価は変わらずあんまり高くならないんじゃないかなという印象です。いやあ、もうちょっとで気持ち良くなれたのに。チャージ格闘は補正だけ見ると 130% を3段の 390% 格闘。あれ、2種の下格闘をブンブンした方がいいのでは？そう感じるかと思いますが、2等自体が威力2400と高めなことに加え、チャージ格闘は干渉剤無効、縦貫通効果がありますからね。それこそヘイズル界のようなカチカチ縦持ちにぶっ刺さります。何やつもしかして支援機のロトちゃんですか。開幕から数分間存在にも気づかず放置してしまっていましたが、中盤からはかなりぼこせております。即下でのテイクダウンはもちろん、バルカンによる蓄積でのストッピングも狙えるので、相性はそこまで悪く感じないですね。次がファイナルウェーブとなりそうですね。降下下で敵を待ち構えます。降下下からでもスキルを活かせば奇襲が可能。総エンゲージゼロブースター装備型ならね。高速移動射撃から入るか、チャージ格闘から入るか、状況によってどちらから入るか決めましょう。で、敵が湧いてこないんだぜ。さあ、まずは動かずでレーダーから消失。いなかったはず意識外からチャージ格闘をお見舞いしてやる。5、補助スラスター制御装置レベル2、ペッチェモンターメイキマース。凄まじい破壊力、ワンコンボキルである。ちょっとやばいです。最近ナムさん遠藤多くないですか。そんなあなたの期待を裏切りたい。もう実家のような安心感、ナムさん。ゼロブースター装備型でした。癖強めですが、ステージ選んでここ大事。特性活かせば強みしっかり。それでは今回はこの辺でー。